リカちゃん、そんな格好で学校に行くの？うん。お姉ちゃん、髪の毛ぐらい解いていったら？はい、ブラシ。めんどくさい。行ってきまーす。あの姿やばくない？どうしたんだろうね。翼ちゃんとエリーちゃん、おはよう。何その姿。パジャマみたいなズボン履いてるし、襟も立ってるし、髪ボサボサじゃん。信じられない。リカ、一体何があったの？ハルト君と喧嘩して。今日のデートはどこに行こうか。うわー、すっごい綺麗な人。ねえ、ちょっとハルト君、今女の人見てたでしょ。見てないよ。嘘だ、今絶対見てた。ハルト君のバカ。あ、バカ？だってリカちゃん最近ダサいんだもん。今日だってデートだって言うのに。何その格好。前はおしゃれしてたのに最近は全然やる気がないよね。だからついおしゃれな女の子がいたら見てしまうよ。なんですって、最低。もうハルト君なんて嫌い。僕だってそんなリカちゃんは嫌だね。ふんって感じで喧嘩しちゃってさ。ダメダメ、彼女がだんだんダサくなっていくなんてハルト君も嫌に決まってるよ。おしゃれしなきゃ。ハルト君と仲直りしたいんでしょ。だったらもうあそこに行くしかないよ。ええ一体どこに連れて行くのよ。あったあった、あそこの美容院よ。可愛くしてくれてありがとうございました。いえいえ、またいつでも来てくださいね。ありがとうございました。かわいい。あら、いらっしゃいませ。ベルのキラチェン美容室へようこそ。キラチェン美容室？あの、この子をもうちょっと可愛くしてあげてください。そんな格好ありえない。とりあえずその髪、今すぐ中でヘアカラーよ。こちらへどうぞ。はい、お願いします。このボッサボサの髪描いていきますね。女の子なんだから髪の毛は綺麗にしなくっちゃ。解いただけで全然違うでしょ。女の子なんだから、こんなヘアカラーにチャレンジしてみましょう。ぬり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 、ヘアカラーチェンジ大成功。うわー、これが私。全然イメージが変わったわ。ついでにエクステもつけときました。私もなかなか長いけど、それよりも長いなんて。リカちゃんはどの髪型がいい？お任せします。髪を2つに分けて三つ編みをしていくわね。安定。もう片方も三つ編み。これだけでも可愛いんだけど、まだまだここから。ぐるぐるっとしたらお団子っていうよりうさ耳ヘア。もう片方もぐるぐるぐる。これでうさぎさんヘアに大変身。やっぱりおしゃれするのって楽しいかも。リカ、いい感じ。仕上げはこれ、キラチェンライト。ここを押すと光が出るんだよ。ハートの形を装着。ライトをつけてリカちゃんの髪に当てるとハートの形になったよ。ちょっと分かりにくい気が。じゃあ次、腰とリボンもあるよ。どっちがいい？じゃあリボン装着。せーの、じゃーん。リボンの形わかるかな？髪型だけ可愛くなってもダメだから、服も着替えて。これ違う。これ違う。これオッケー。着替えてきました。あんなダサダサだったリカちゃんがこんなに可愛く大変身。ありがとうございました。二人とも連れてってくれてありがとう。ほら、その格好でハルト君に会いに行ってきな。仲直りしておいでよ。うん、行ってくる。ハルト君。リカちゃん、何その髪の毛にその格好、すっごい可愛い。
いけないいけない。今喧嘩してるんだった。何かよ？ナルトくん、昨日はごめんね。おしゃれもしないし、髪はボサボサだし、あんな彼女誰だって嫌だよね。でもやっぱりもう一回私のこと好きになってほしいし、返信してきたの。リカちゃん、僕のためにありがとう。ダサいリカちゃんが嫌なわけじゃないんだよ。ただデートの時ぐらいはおしゃれしてほしいなってだけで。しかもこんな可愛いんだからダサい格好してたらもったいないよ。ハルトくん、みんなに問題です。メルちゃんの美容院はなんていう名前の美容院だったかな？動画をよく見てたらわかるよ。わかったらコメント欄で教えてね。チャンネル登録はここからできるわよ。また次の動画でね。